ウルム市電はドイツの都市、ウルム市内に存在する路面電車。2021年現在は、シュタットベルケウルム、ノイウルムの完全子会社である SWU 交通によって運営されている。ウルムに路面電車が開通したのは1897年5月のことで、ウルム市内の路線に加えてドナウ川を渡り、対岸のノイウルムまで伸びる路線も有していた。 以降も延伸が続き、1927年時点で、ウルムとノイウルム市内に4系統を有する路線網が築かれたが、第二次世界大戦期に戦略的に重要であったウルムは幾度となく空襲を受けることとなり、路面電車網も甚大な被害を受け、ノイウルムへ向かう路線は復旧されることなく廃止された。さらに戦後はモータリーゼーションの進展により、 ディーゼルバスの路線網の拡充が行われた結果、ブルム市内の路線網も段階的に廃止され、1964年以降は、わずか一系統、全長5 6トルの路線を残すのみとなり、当時の西ドイツで最も短い路面電車路線となった。この一系統、短距離という状態は、ドイツ再統一後、2000年代後半まで続いたが、そのまま、 車両や施設の更新は継続して行われ、1980年代には、それまで、ウルム市電で使用されていた二軸車やボギー車に代わり、シュトットガルト市電から譲渡された GT4 型二車体連接車の導入が実施された。さらに2000年代以降は超低昇電車のコンビーノの導入が実施され、GT4 型も置き換えられた。一方、ドイツ再統一後は、 ウルム市電全体の近代化や拡張も模索されるようになり、機関の 1435mm への変更を含めた延伸計画は1999年に否決されたものの、それに代わって1号線の延伸計画が決定され、2009年3月にウルム北部の防菌原地区へ向かう全長 5.5km の新規路線が開通した。さらに、 この延伸区間の起点となるドナウハレ電鉄についても、近接する多目的アリーナである、ドナウハレウルムへの利便性を高めるため移設が実施された。続いて2015年10月からは、ウルム北部、教育や研究施設が立ち並ぶ、科学都市や南西部のクルーバーグ地区へ向かう2号線の建設が開始された。これは、沿線の開発による、 需要増加を見込んだものであり、2018年12月から営業運転を開始した。この二号線の付設に合わせて、ドイツ鉄道の線路をまたぐ、路面電車、自転車、歩行者が利用可能なキレンヘスブルク橋の建設も実施されており、同橋量は設計やデザインが高く評価され2019年のウルリッヒ・フィンステル・バルザード牧工学賞を受賞している。 2021年現在、ウルム市電では以下の2系統が運行している。2021年現在、ウルム市電で営業運転に使用されている車両は全てバリアフリーに適した超低床電車であり、全車ともアルベルト・アインシュタインやルネ・デカルト、ヨハネス・ケプラーといったウルムにゆかりがある著名な人物にちなんだ愛称が付けられている。 コンビーのコンビーの工述するシュトゥットガルト市電からの譲渡車両を置き換えるために導入されたシーメンス製の型運転台式後車体連接車。2003年7月から営業運転を開始し、1号線の延伸に合わせて2008年には2両の増備が実施されたが、これらの車両は延伸区間にある急勾配対策のためディスクブレーキの強化が行われたほか、 下り坂走行時に最大許容速度を継続的に監視する自動列車制御装置の z a 2 2 2 c が搭載されており既存の車両も同様の改造を受けている2021年現在は重量が在籍するアベニオ M アベニオ M2 号線の開通に合わせ2018年から導入が行われているシーメンス製の発車体連接車コンビーノと同様に フローティング車体を含んだ編成構造を有するが、コンビーノで強度が問題視された車体構造が見直されており、全溶接式のアルミニウム製車体は、最新の安全基準である案15,227カテゴリー C4 に準拠した強度を有している。一方、総重量は1.2トンマイメートル未満に抑えられている。二号線開通に先駆けて二千十八年八月から、 営業運転を開始し2021年現在は12両が在籍するほか、利用客の増加に応じる形で2020年にはオプションを行使する形で6両の追加発注が実施されており、2023年後半に導入される予定となっている。ウルム市電で使用されていた車両のうち一部はウルム、ノイウルム地方交通機関ともの会の支援の下で、 胴体保存運転が行われている。ウルム市連では、ドナウタール地区を経由し、ドナウ川をまたいで、ビープリンゲン地区やノイユルム方面へ向かう路線が、今後の計画として提案されており、2019年時点では、ルートの検討が行われている段階にある。ありがとうございます。